塚田治吉12月15日から1958年5月19日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。石川県出身。1916年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉任官。1924年11月、陸軍大学校を卒業。参謀本部兵用班に配属された。 後、陛下を航空陛下に転ずる。1933年3月、浜松陸軍飛行学校教官に就任。1936年5月、市内中東軍参謀部つけとなり、北市内方面軍情報主任参謀として、日中戦争に出動。1938年3月、航空兵大佐に昇進し、同年6月、飛行第7連隊長に就任。 1939年12月、第1飛行集団参謀長に移動。1941年8月、陸軍少将に進級し太平洋戦争を迎えた。1942年4月、第3飛行団長となり、第3航空軍参謀長、定進練習部長を経て、1944年11月、第1定進集団長に着任。 1945年1月、県務集団長として、ルソン島の戦いに臨み、同年3月、陸軍中将に進み、終戦を迎えた。ありがとうございます。